食欲ない。パンツのせいだ。クワン、持ち主が分かったんだ。龍二郎のだった。ああ、自分用にネット通販で買ったらしい。所詮が趣味なんだと。新一、お、あのしましまパンツで。ここは特別なの。オレンジじゃなくトマト。ルル、
美味しいの？キスなの？青いルート、フラグ立つの？この世界はゲームなの。だから好き嫌いじゃないの。それだけなの。違うの？演劇の練習。制服着たままソフトボールするの。変わる？好きだったじゃない。そんなに前の話でもないでしょ。向こうさんのことね。
顔に書いてあるわ。彼女の友達になれって。いつの間に名前で呼ぶようになったわけ？私はお断りよ。友達になんてなれない。別に。鬱陶しいわ。私の気持ちも考えずにね。いい加減にして。私が何にもせずに今の場所にいると思う？目立てば目立つだけ裏で何か言われるのよ。どれだけ理不尽に妬まれたと思う？私がもともと人付き合い苦手なのも、クラスに馴染むために努力してるのも、あなただったらわかるでしょ？それなのに向こうさんは現実がゲームだとか、現実から逃げてるだけじゃない。友達ができないのだって、本気でそうしたいと思わないからよ。私こそ急に怒鳴ったりしてごめんなさい。あなたは昔からそうだった。分かったわ。あなたの言うことにも一理ある。手伝ってあげてもいいわ。ただしこれだけ言わせて。彼女、下心があるわよ。協力しましょう。その代わり、私のお願いも。
聞いてくれる？私、次の劇で主役をするの。このホームを認められてね。OB の役者さんも見に来てくれるから、もしかしたら将来にもつながるかもしれなくて。嬉しくないの？そんなわけで、絶対に恥ずかしい演技はできない。恥ずかしい演技はできないわ。恥ずかしい演技はできないのよ。これは私一人で解決すべき問題だわ。我慢して。でも、やっぱりこれは私の問題だから。できる。今の言い方、昔みたい。暇人。ありがとね。私もあなたのそういうところは信頼してる。